前回の、アントマン&ワスプの、おまけというかね、結構適当なことというか、ペッツを投げた場所、キティちゃんの、ペッツを投げた場所っていうのはこう、結構適当なことを、適当じゃないんですけど、一応根拠があって言ってたんですけども、ちょうどね、ランバート3とかここにあって、ここに、坂の上っていうのがこう、左側こっちで、で、下がこっちなんで、ここを坂を下るシーンっていうのがあったんで、まあ実際にこのマップがね、もっとね、違う感じなんですけども、だから左の方から右の方にこう行ってたっていうのがあって、で、そこのシーンの前のシーンでこう、ペッツ投げてたんで、がここじゃないかなと思ったんですけども、だからこの辺かなと思って、この辺でペッツを投げてみたいなこと言ったんですけども、全然違うんですね。まあ映画だからかもしれないけども、こう、撮ってるシーンが、なんていうのかな、つなぎ合わ、多分いろいろなシーンをつなぎ合わせて撮った、みたい、撮ったんだと思うんで、一本の道はもしかしたらならないんですね。実際にペッツを投げたシーンなんですけども、ここからじゃ見えないかな。僕、まあ、Google マップと Google Earth 駆使して、アントマン&ワスプとペッツでこう検索するとね、ペッツを実際投げてるシーンっていうのがあるんですけども、それを見たらね、どうやらね、ちょっと待ってくださいね。ここかな？この道かな？まあ実際のあれと、多分この道か、この一本向こうの道かかな？あ、ここか。右奥にちょっと印象的な建物ありますでしょう？なんかこう、まあ都庁、新宿の都庁に近いような建物がこう、今ちょうど真ん中に置きますね。あの建物が右に見えるポジションなんですよね。なんで、こっちの道かな。この道かな。あ、違うな。やっぱさっきの道か。もしかしたらね、もう一個ここの間にもう一個道があるのかもしれない。で、ちょっと待ってくださいね。実際のあれだとね、本当のサンフランシスコだと、あそこの前にもう一つちょっと形の違う建物がこう重なって見えるところなんだけども、ちょっとで、皆さん、アントマン&ワスプで検索してもらって、とペッツって入れて検索してもらって、ちょっと見てくださいよ。で、多分ね、あれがこう、アントの建物が重な、あのね、ちょっと波打った建物がね、この前にこう、見えるようなシーン。多分この辺かな、こんな。で、その、が、写真というか、あれをもとにですね、そう見えると、ところをこう、Google Earth で探したんですけども、ないんですよね。同じ、ちょうどね、すぐ右側にね、パーキングという駐車場があるんですけども、
そのね、駐車場がないんですよ。多分ね、でもここが一番近いあれなのかな。ポジション的にはね、あの建物のね、あれ、ちょうどこの、隣のいわゆるピラミッドは見えなくて、その左側の、なんかツインタワーになり損ないみたいな感じの建物がありますでしょ、ツインタワーというか、都庁、新、あの新宿都庁のみたいな建物が。ちょうど今このサイトの丸っぽいのがこうあれしてるところ、あれ、ダメか。あれ、あそこのちょうど左側の道がね、本当は伸びてて、まあここもちょうどペッツ投げたところに見えなくもないですけどね。今ね、ここはね、エンバーカジロセンターなんですけども、このあれが、本当はここの道が向こうまでつながって、向こうの方までこの道がですね、突き抜けてるはずなんですよね、ここの道っていうのが。この道。このエンバーカジロセンターにかかるこの、建物で、本当はあの建物の前にちょっと波打ったような感じの印象的なビルがあって、この道がずっとあそこを突き抜けて続いているはずで、そのね、ちょうどもう少し、あの道と多分この辺の道がね、ちょうど交わるあたり、ここに道が本当はあるんだけども、もうちょっと向こうかな、その道でね、ペッツを投げてるはずなんですよ。もう一回行くよ。この辺、ここまでこう来るか来ないかな、あたりかな、あの辺りかな。もう一度その皆さん、アントマンドワスプとペッツで画像検索してくださいね。あ、変に霧がかかってきた。もやかかってきた。天気、雨降るのかな。見えなくなっちゃった。 おそらくだからイメージこの辺りでペッツこう投げてると思ってもらえれば。完全に霧がかかっちゃったね。まあそんな感じで、おそらくだからこの辺のこの道ら辺がペッツの、投げたところのロケ地なんだけど、あれ多分ね、本当にペッツ投げたところのシーンそのものって、だからこの道というか、この、まあ、1本、右に入って、ここから見ると左か。この道の1本右に多分もう1本道があって、
まあ、イメージ、ここの道も近い感じだけどね。で、その辺で多分ペッツを投げたっていうイメージだと思うんだけども、で、実際そのところを、Google マップと Google Earth 駆使して、ちょうど同じところを探したんだけども、多分ね、合成っぽいんだよね。全く同じ、いわゆる投げたとシーンって検索していただくと分かるんだけども、ちょうど右手に立体駐車場というかがあって、で、その立体駐車場を元に探したんだけども、ないんですよ。で、一応その標識にはブロードウェイってこう横にこう、なんつうの、通ってる道が、だから重なる道がブロードウェイっていうふうに書いてあったんで、ブロードウェイで探したんですけども、ないんですよ。で、一応さっきの、もう霧がかかって見えなくなっちゃったけども、あのビルがあるところ、こう、それとその手前の、本来あの手前にあるビルがこう重なるところを探したんですけども、まあ、道は多分あってんだけども、ちょっとね、そのものズバリな建物がなかったんで、多分合成だとは思うんだけどね。まあ、わかんないけども。という感じで、一応ペッツ投げたところのおまけですね。実際、だから、映画のシーンでどういうふうにこう、あれしてるかわかんないけども、この道をガーッと走っ、まあ、この道というか、この横の道をガーッと走ってって、もしかしたらここをぐるぐる回って、こう、こっちの、ランバートスリート？の方に入ってったのかもしれないけどね。まあ映画だからこうカットまあするたびにいろんなとこつなげてるのかもしれないけども。で、最終的にはこのフィッシャーマンズワーフの方の、ピア39ら辺に行くんで、まあ大体この辺の辺りをね、まあこれ本当の地図と見比べていただくと分かるんですけども、若干前言ったけど、ゴールデンゲートパークはもっと、左右というか東西に長いし、このロンパートストリートももっとね、左の方まで続くしっていう感じなんで、まあいろいろ簡略化はされてるんですけども、まあそんな感じですかね。というわけで、おまけということで、ここまでにしましょうか。ご視聴ありがとうございました。ヒーローでした。バイバイ。